やっちゃうよラジオです。そうで今日もやっていくんですけど、今日はね、7025から、マルチやっていきたいと思います。現在順位60位なんですけどね、まあ、ちょっとね、低くなっちゃったんですけどね、Y が行った時はね、30何歩ぐらいやったんですけど、まあ、言うて1日ね、ちょっと寝かしちゃったんでね、マルチをね。ということで、今日もね、宝箱回収に行きたいと思います。行きましょう。よいしょ。まあ、言うて7100行きたいですね。うん。だから、7100行ったら終わりにしたいけど、言うてそれ3連勝しないといけないんで、そうなんで、まあどうだろうな、どうだろうなって感じ。まあとりあえず気長にね、気長に待っていきます。いやでも今の時間マッチングしないかな、どうなんだろう。全然マッチングしないかもしれない説は若干ありますね。うん。なんでもう適当に多分、こうやって話しながら、マッチング待ってマッチングしたらやるみたいな感じになるんでね、試合が見たい人はね、ピュッて飛ばしてもらえればと思います。まあね、明日、ついに今ね、でもこれやがるのが次の日なんですけど、もう今、でももうあれか、日付変わってるか、なんだっけ、目待ちみたいな、昨日マルチ当たったわ、絶対。なんだっけな、これ。とりあえず、鬼集中します。鬼集中するんで、今日はね、この7000のマルチなんでね、ワンチャンクソ黙る可能性がありますね。ちょっと待って、遅い。だって解散遅い。やばい。ディガーペッカ。ああ、もうあれやん。オッケー。ディガーペッカってことはもう。こんなんどうでもいいっすね。正直。こんなんくれてやるんで、ここにエリケつけて、はい。ここら辺にマジャチャですね。はい。いいよ。よいしょ。まあ、エレキ、やばい、これさ、間に合うかな。OK! で、これ多分、あんま、いないと思うんでね、リックとかが。ギャングも使ったんで、これ、コウモリぐらいしかいないんですよ、多分。はい。やばい、遅っ！最悪だな、マジで。うわー、ここまで許容してやってんのに、すげえ遅かった、今の最悪だ。で、これで、ギャングが回ってるかな。いや、ペッカ引き出せるな、今工場出せば。ケツ工場でいいや。逆に行こう。で、これケツなんかと被れば美味しいから、オッケー、ペッカ引き出した。で、もう一回ペッカ合わせていきます。で、ワンチャン、その右側に、破壊が出るんでね。はい。ギャング来るかな？もう来た。よいしょ。いや、ちょっと遅いな。やべえ、ラグいかもな。ビミ。で、これ多分、やりごぶ、許容しながらやりごぶできますね、多分。よいしょ。はい。よいしょ。なるほどね。まあ、それはペッカつけちゃうよと。ペッカつけての、言うの。ワンチャンこれをペッカに縛かれる可能性はありだったけど、まあ裏からペッカ来るかな。うん、来ましたね。いや、渋っ。鬼渋いっすね、これ。これもうあっち守れないんで、捨てようかな。入れてこれ、あれだな。よいしょ。よいしょ。いやー、勝てない。どうやっても勝てない、これ。いやー、きつい。きついよー。いやー、きついですね、これは。ちょっとね、ファイボがやっぱヤンチーですね。あそこの後、もうちょっと攻めれた時に、いやー、攻めたかったなー、もっと。うわー、落ちた。まあ。やっぱね、展開マルチ、結構負けてる。俺、動画で、この上位でやるとね、結構負けてるんですけど。まあ、言うてみたいなのがありますね。結構価値ありますよ。このマルチは。そう、結構やっぱプロレベルのね、試合が見れると思います。そう、相手がね、やっぱり、その一つのデッキ極めてやってる人が多いんで、コントロール隊だと。ですね。で、今、今日ね、カオスセオリーのとね、戦う初戦の日にもうなっちゃってるんですけど、2時ですね、夜中の。なんですけど、うわー
よろしくと。これフレンドになったばっかなんですよね、さっき。引き分けはちょっとね、つまんないんでね。これなんか人力使いつけたな。いやー、ちょっと微妙だな。うわ、ペッカかよ、マジで。最悪なんだけど。いやー、ペッカねえし。じゃあ、最後じゃん、ペッカ。マジかー、最悪。ちょっと待って。マジで先行してお願いだから。お願いだから先行して。やばー、終わる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 。終わるって、マジで、これは。オッケー。マジで終わるなー、これ。これもう許容して、ペッカ挟むしかないですね、ここに。いやー、終わるなーこれ、ほんとに。よいしょ。もう必死に、必死に行くしかない、こっちは。お？これだって、もうなんもないでしょ。工場とかあんのかな？空系ぐらい。オッケーオッケー。おいしい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 。やばいやばいやばい。落ちてくれた、落ちてくれた。おいしいおいしいおいしい。きたー。これ、しかも一発入るぞ、これ。しかもそこにエレキサックってことは、しかも5でしょ？あなた5でしょ？おいし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 。うわぁ、マジかよ。だるいだるいだるい。それはだるい。ワンちゃん？おぉ、ユキ。なるほど。はい。はい。はいと。これ5当たっちゃうかなぁ。エイムが良かったら当たる。オッケーオッケー。エイムは、名前自信がないらしいので、と。よいしょ、はい。で、これで、言うのでしょ？いいよ。いいですね、稼いでいく。稼ぎますよ。よいしょ、いいタイミング。OK、ケツペッカ。OK ですね。で、ここに、多分、いや、でも読まれるかな、さすがにマジアチャは。読まれるかな。うわ、しかもなんか同じこと考えてたし。これで多分こっちに5打ってくるんで、はい、そうですね。よいしょ、延命してあげてですね。よいしょ、まあペッカ間に合うかな。はいですね。とりあえず同じことを押してあげて、ワンチャンこれ竹取りのラム来るな、この辺に。オッケー。よし、勝った勝った勝った、来た来た来た、よし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 、やったー、グッドゲームという感じで。まあね、申し訳ないですね、もうさっきフレンドになったばっかだから、ワンチャン損すねって勘違いされてDM になんか来るかもしれんけど。まあ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 。しゃーなしっすね。まあ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 。言うて、あと3勝。なんで、今、2勝できたら、もう1戦いっちゃおうかなって感じですね。言うて、7100、ちょっと結構見えるんですよね、今シーズン。そう。で、みかんさんも今、バッキバキに仕上がってて、圧倒的ね、もうね、今、誰が本戦一番仕上がってますかって言ったら、もうみかんさんって感じなんで。うわー、神技の強い人だ。この人はなんかもう神技をずっと使って、あ、でも中身が変わってるかもしれないですけど、中身変わってなかったら神技でずっと上にいた人ですね。ラム神技とかそこら辺。うん、なんで、はい、ゴースト、トレーマーゴースト投げて、アイスイズか、まあ、もう一枚ぐらい出そうなんでペッカー出しちゃおうかな。はい、あー、なんだろうな、ワンチャンこのユーノでキング起動されるかな。アイスイズってことはトルネが入ってるんですよね、絶対。されそうだな。これ、工場つけても、あ、オッケーオッケー。ワンチャン、その、タルババ切ったんで、5プラスの何かじゃないと抑えられない、これが。なので、熱い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 。激熱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 。これはいい、これはいい、これはいい。しかもこれで、アイスイズ手前に出して、いや、無理か無理か、ペッカー処理は無理か、さすがに欲張った欲張ったか欲張ったか欲張ったなぁ、欲張ってしまった。まあ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 、言うて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 。とりあえず、これは落ち着きタイムなんで、もう一回これは許してあげてから、
ゴーストを、キング起動されちゃうんですよね。トルネで。どうせトルネがあるんで、ゴースト出して、あ、これもうキング起動する顔ですね。顔してるんで、あ、なるほど。あ、真ん中に寄せてから寄せるやつですね。うまい、それは。うい、来た。マジ？なんで今出したんだろう。この登場ザップも入れてあげて、あちあちという感じで。ああ、うめえな、防衛が。いや、うめえな、細かいの使いかよ。まるで細かいの使いみたいな動きしてくる。オッケーオッケー。とりあえず、オッケーオッケーオッケー。で、まあ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 、ゴーストぶん投げてあげて、で、こっち、マジアちゃんに多分タローを使いたいはずなんで、はいはいはい。これ呪文がわかんないんですよね、まだ。未だに。とりあえず工場流して、いや、わかんねえ、マジで。やることね。いやー、ただのディガっぽい説あるんだよな、これ。あ、違うわ。違うわ。違うかった。違うかったわ。よいしょ。いやー、マジか。おう。もう、はしまい。はしまい決めてくる。よいしょ。タルババ出しすぎても、タルババ2周目入っちゃってる。とりあえずこれで、ペッカ出します。でーん。で、これゴーストいるんでね。おー、マジ？エレッカーして、ワンチャントルネで剥がされるか。あー、なるほど。もうここで決めに来る感じね。よいしょ。なるほどね。はい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 。なるほど、なるほど。いいよ。すごく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 いい。すごくいい。すごくいい。すごくいい。いやーだー。やだ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 。来た。来た。来た。溶け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 た。いけ。いけ。いけ。よし。グッドゲーム。来ましたー。めちゃくちゃもらうぞ、これは。めちゃくちゃもらうぞ。35。ありがとうございます。これで、7059ですね。34位。まあ、これは昨日俺が展開行った時ぐらいの順位なんで、まあ、そこそこね、頑張ったんじゃないでしょうか。あと2000ぐらい。ワンチャン41引ければなんで、41ってなると、100上だったら、だいたい体感38ぐらいなんですよ、もらえるのが。なんで、7200ぐらい引ければ、いや、いねえか。いるか。いや、いるよな、多分。7200ぐらい引ければいけるんじゃないかな。あー、電波が悪くて全然出ない。あー、カトルネ出た。これやばくね？これさ、ワンチャン映ろうかな。ワンチャンリビング映る説あるんですよね、これ。ちょっと待ってくださいね。今、ワンチャンここから、今ちょっとゴソゴソっと音がするかもしれないですけど、ちょっと許してほしい。ちょっとね、今ね、さすがにこのマルチやってる時に、アカトルネ出るのはね、ちょっとね、きついんで、一回ね、移動したいと思います。よいしょ。ちょっと今マイクごとパソコンごと多分リビングに移動するんで、ちょっとゴソゴソしたらすいません。もう申し訳ない。そしたらやばいやばいやばい。ちょラットちょっと一緒に運んでくんね。なるほどね。俺のこれと、はい、これが今パソコンに繋がってるから、はい、こいつを持っといてほしい。なるほどね。よしよしよし。あ、取れてた。あれ地中に辛いやつだ。今みんな言ってるけどね、もうお構いなしにやっちゃいます僕。なるほどね。なるほどね。よし、来た。 Thank you。 で、ここに置いて Thank you。 あざます、あざます。よいしょ。はい、ということでね、若干冷房の音が入ってるかもしれないですけど、まあ、BGM とね、俺のバチバチのね、バチバチのバチバチで OK、いきまーす。ということでね、あと2戦行きたいと思います。ここはもう絶対電波が、ね、いいんで。ちょっと待って。これ安定して見れないと。あ、見れた。7100。あ、こいつを、あ、これあれだ。ペッカ工場のめっちゃうまいやつだ。こいつを引ければぐらい、いけます。一戦で。引きたいな。120上ぐらい引ければ。120か今だから本当にグロ1ぐらいのやつを引ければ7000
7100いけますね。行きたいな、7100。明日7100行ったら、それで7100行って、その会場にね、あの、うしっつって言ったら、ちょっとね、あいつ7100行ってたで、さっきつって。絶対あいつ、やべえやろ、仕上がりやべえやろってなるんで、あのね、それを期待してね、ちょ、あの、まずトロでいいやつしに行きたいと思いますね。いやー、明日楽しみだな、普通に。もうあのさ、あれなんですよね。まあ、言って WCG から1ヶ月ぐらいかな、空いたのは。なんですけど、結構ね、やっぱり待ち遠しかったっちゃ待ち遠しかったですね。っていうのもあり、まあ、オフ期間をね、もうちょっと楽しみたかったっていうのもあり、まあ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 って感じなんですけど、でも楽しみですね。やっぱりああいう舞台で試合をするのは。うん。なんでね、明日カオス、しかもカオスとやるっていうね、ベンザーとかね、なんかもう、なんだろう、履歴とか見せてもめちゃくちゃ仕上がってるっていうか、もうグラチャでいろんなデッキでグラチャで順調してるんですよ。なんかペッカもあるし、ラバーもあるし、クロスもあるしみたいな、いや何でも使えるやんみたいな感じなんですけどね。まあベンザーだろうって感じなんですけどね。まあ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  2v2 とかもね、新しく入ったね、まあもともとカオスより似たカロラスって人なんですけど、その人がなんだっけ、お来た、うわうわうわ、しかもトロ鬼下の上にめっちゃうまいこいつ名前でうまいやつって覚えてるんで、確かにジャイプリプリコガツだった気がするんですよね。いや違う、なんだちょっと適当にマジアチをぶん投げておきます。オッケーオッケー。いやー、ウトローかってことは迫撃か。いやー、なるほど。いや苦しい、この受けマジで苦しい。終わったまであるなこれ。あ、これ全部消えるわ。うえい、いやこれでワンチャンガゴムの穴掘りくる。ヤリゴブいたもんな。ヤリゴブってことはコウモリがさすがに、ヤリゴブギャング、はい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 、これも回んないよな、まだアウトローからだもんな。オッケー、これで回ったぐらい。ガイン入る、いいよ。オッケーオッケー、よしよしよし。ワンチャンディガーが来るぐらいか。いやー、きつい。ワンチャンあれだな。オッケー。オッケー、これ一発入る。から、多分やりこぶとか出てくるんですよね。はい。それをゴースでしばき、よいしょ。それをアウトローが来るんで、アウトローにポイズンを打ち。まあまあまあ、これはステイですね。アウトローな、数発入るな、これ。これを、ギャングとかで。うわぁ、なんかかわしてるし。まあ、しびしび、しびしびのシールですね。まあこれ5打ってくるだろうって感じなんですけど。いやぁ、一発でちったー、マジかー。しかもこれギャングで、お、そいつか。これ受けれんの？あ、なるほど。いやなぁ。ここに、天狗を出して、次アウトローが来るんで、ゲツペ。なるほど。アウトローが来るのは分かってた感じかな。アウトローじゃない。ペッカが。よいしょ。おや、なるほど。もう一発振りかぶってほしかったな。よいしょ。いやー厳しい、これやべえな。オッケーオッケー。いや、いいリズム、いいリズム。めちゃくちゃいいリズム。オッケー。ペッカで蓋押し。これに、次のぐらいに5が来るんで。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。で、これでアウトローが来るので。あー、言うの歩いちゃったー。マジか。あー、くそ。まあ、来ますよね。
なるほどね。一発でも多く入れていくと、そういうスタイル。これでケツペ、オッケー、オッケー、一体死んだ。これでかい、これでかい、これでかいし、ワンチャンデカ来るんだよな、これ。来ない。はいはいはい。OK、来たー。これいくよ。バシバシに行きますよ、バシバシに。やばい、やばい、それは痛い、それは痛い。やばい、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 やばい。やばい、あぶねえ。よいしょ。うわー、ファイブにしてくる。いや、でもタルババだもんな。ってことはエレキで拾えば勝ち。くっ、やばい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 、最悪だ。エレキ遅すぎ、エレキ遅すぎだ。うわー、負けたー。何持ってかれたんだよ、一体これに。やばい、最悪。40なんだこれ。いやー、大最悪だ、痛すぎる。うわー、迫撃が5だもんな。くそ、いやー、くそ。いや、エレキ今の当たってたもんな。鬼集中、絶対この1匹拾うつもりでいけば、今のエレキ予想当たってたしな。場所最悪だマジで。今のだってタルババだから5、2発で落ちないんですよね、あれ。そうなんで、いや、下手だったな今の。いや、最後エレキ、うわぁ、拾いたかった。拾ってれば勝ってたなあれ。リガ一発プラス5で落とす、あの5の時点でリガ一発入れて5で落とすっていう、そういうもう作戦だったんで、相手が。いやマジか。いや、ちょっと呪文とろかったなマジで。雪玉とかもうちょい早く行く。うわぁ、ラポ勝ちだ、来た、嬉しく。これ勝ったら35ぐらいもらえるから。うわぁ、26だっけだな、確か。ん？違う。え、なになに？あ、あれか。コンメデッキか、さては。よいしょ。いやぁ、これでペッカ引き出せるの美味しいよな、多分あっちからしたら。もう一回許容しよう。許容して、これで。早っ。早っ。えぐくね、今のスピード。やばいでしょ、これ。普通に。うっ、あぶな。やばい、やばい、やばい。くらくらくら。いってー。このザップ、今のさ、やばくない？このなんか。ゴーストにザップ打つやろ、俺そんな人いないでしょ。ディガーが来る、ここに。なんで、あー、やべえ、あっちのリズムだな、圧倒的。いやー、これザップ打たれるわ、エレキに。エレキにザップ打たれて終わりそうな気配がするわ、めちゃくちゃ。あ、打たれんかった。いや、もう夢んだけど、なんかそのさ、ディガンの削り方がさ、異常なんだよな。待て待て待て、ヤポ勝ちだからってひるんでるようじゃ、もうね、カサーなんだよね、ただの。ゴースト、オッケー。とりあえずペッカ以外でもろもろで引き出してからペッカ行きたいですね。あ、やばい、これ入ったくせ。あ、よかった。これは無視して、よいしょ、よいしょ。これ一発入るな、さすがに。多分知ってるよな。いやー、とろいなー今の。ファイブ来るよな。早え、早え、早すぎ。
早いんだよな、マジ全部が。ファイブでしょ、ファイブと、なんだっけ、あと今のザップか。ファイブザップで落ちるな。危ね。次ファイブザップで終わる。から。いや、終わったー。マジかー。ダメだー。手も足も出なかった。いや、マジっすかー、これ。だってペッカ多分勝てるよなー、これ。いやー、もっと戦いたかったら、もう悔しいんでもう一回いきます。いやー、マジかー。ちょっと待ってー。温まってきたんだけど、普通に。いやー、もう、プロと遭遇しすぎ。いや、一回しか勝ってないなー。一勝三敗かー。いや、渋。渋いなー、だいぶ来たー。あれこれなんかゴールじゃなかったっけ。 EU ってなんかあれのビクターの外交赤だった気がする。前回のワンチャンゴール、ザップゴールかな、ワンチャン。違う、中身が変わっておられる。うーん、ホグかってことは、これはアイゴレで独裁誘導してくる顔してるんで、そうですわなと。わなわな。まあこれは5を打たれていいんでね、全然。序盤はこんな感じで、2、6相手は、序盤はこんな感じですね。とりあえず、次にまたホグが来るはずなんで、またホグ処理にいらないゴーストを出して、まだ。完封、OK。OK ですね。まあ、とりあえず、序盤は別に、なんだろう、ダメージを決めに行こうってならんすね。で、1枚2枚。で、ホグ切ってから1枚2枚何枚切ったかを数えるのは大事ですね。はい。めちゃくちゃうまい、それ。で、適当に手札回しで、どうせ、なんやけ、大砲出されるんですけど、どうせね。まあ、アイスペアしゃあないかな。OK。まあ、ちょっと一発で抑えたいんで、ボス出します。言うてペッカさえいれば、どんなにうまく回されても、うん、これはペッカとかで受けれるんで、ね。でも、もしこれアイゴレ切ったんで、これ逆サイに来たら、辛いっすね。ホグワンチャン来るんだよな、これ逆サイに。トゥクトゥク、トゥクトゥクして、トゥクトゥクして、オゲイ。で、アーチャーして、ワンチャンホグ釣り。オッケー、これは2発入る。2発じゃない。オッケー、完封できる。あー、ペッカのルート強制したのにな。オッケーオッケー、今これで入れて入れて、こっからなんでね、26との戦いは。いやー、マジっすか、そういうことしてくれる。あー、なるほどね。まあ、これアイゴレ切ったんで、ケツペッカいきます。そう、アイゴレ切った後はアイゴレホーク来ないんで、ゴーストとかでもね、3発でホーク抑えられるんで、これゴーストで抑えていきます。よいしょ。やばい、4発あるワンチャン。いやー、入れすぎー。はい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 。あ、ミスった、やばい。工場と間違えた。最悪だー。最悪だー。ちょっと待って。26でしょ ?26 でしょ一発。来たー。オッケー。で、これ、ゴーストね、ペッカ前に出すんですよね。これポイント。やばい。うん。よいしょ。いやー。いや、痛えなぁ。よいしょ。ワンチャンこっち5を打たれて、はい。ですよね。からの方が来そう。はい。
まあ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 、いやーきちいきちいなーマジで。これ多分ファイブが来るんだな読みで。これマジアチャとかにね、こう空の時にファイブを出さないときついんだよね、やっぱ。よいしょ。よし、オッケー。で、これで。あ、ファイブじゃん。ちょ、間違えた。間違えた、間違えた。マジアチャの間違えた。で、これエレキがね、結構鬱陶しいんでね。はい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 。防衛が硬すぎる。終わった。終わったー、これ。やばい。やばいやばいやばい。やばーい。あー、終わった。あー、26、ここで引くかー。くっそ、マジかー。くっそ。やばーい。ラスいきます。やばい。鬼の生マルチなんだけど。いやー、マジかー。くっそー。もっとなんか、くっそ。なんかやべえのしか来ねえなー。いやーマジかー。まあでもね、ちょっと白銀の時勝ち試合落としてるんで、なんか勝ち試合落とすとマジでこうなるんですよね、本当に。そうなんで、これラスト、マジのラストでいきます。もう勝っても負けてもラスト。とりあえずね、動画ここら辺で終わらせないと事故るんでね。ちょっとこれラストでいきます。絶対ラスト。マッチングしねー。やば、あとでもちょっともうここか。いや、これペッカじゃなかったっけな。ペッカサンガゴの方だった気がするんだけどな。とかってさっきから全然当たってないからな。違う。違った。違いました。ごめんなさい。でこれとりあえず逆サイ工場ですね。よいしょ。 OK。 あー、エイムが悪い。おー、なるほど。あー、ペッカーあれだ。ペッカー撃だ。もうなんか相手もなんかちっちゃい沼。ペッカー撃ですね。もう多分ペッカーで受けてくると思うんで。おー、なるほど。ってことはケツペッカーですね。ディガがないんで、玉砕、迫撃が来るか、OKOKOK、全然よし、全然よし。これで、ちょっと入っちゃうんですけど、工場じゃない。これゴーストね、逆サイぶん投げて、これペッカをね、ちょっと出しにくくしたい。あー、ペッカじゃない。お、来た。これ入ったくね。もう決まったくねか。これ決まったくね。決まったくね。いえ、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 いえ。来た。生き玉しかない。生き玉しかないじゃない。生き玉、いいよ。いい生き玉、いい生き玉、いい、いいよ、いいよ、いい、いいねー。いいね。攻め上げ撃の許容が良かったですね。許容してから形作って、バシ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 って感じで。よかったよ。こっからだな。こっからどうやって、でもディガーなんで、これケツ、あ、やばい、一番ずれた。やばい、やめて、やめて。やはー、なんでー。しゃーないですね。もうこうなった以上は。とりあえずは、ケツペッカと、ケツペッカじゃない。ここね、ファイブ、こっちですね、選んだのは。で、アウトローと迫撃を切ったので、こっちにまたディガを割かなきゃいけなくなるので、OK。あっち向くよな。迫撃忙しいな。そっち打たれるだろうとは思ったんでね。 OK、 いいよ。めちゃくちゃいい。次の反撃拾いたい。ああ、まただ。やばい、これも間に合うか。おっしゃい、ギリギリ。いや、俺さ今さやばいんだけど、もう
反応速度が遅すぎて切れそうなんだけど。今さ、俺あれなんですよ、エレキのまたディガーの場所当ててたんですけど、エレキって構えてればディガーの場所見てからで間に合うんですよ。そのノーダメで鬼の反射神経すれば、エレキさえ持ってればディガーをノーダメで防げるんですよね。実際その反射もう本当に早く出せばなんですけど、そうだから見てからで守れるから見てから出してるのに守れてないっていうね。まあ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 、まあ、こんな感じでね、今日はやってったんですけどね、ちょっと長めやば、35分じゃんやばけど、まあまあまあ結構ね、この7戦隊のねいい試合を、まあ言うと俺ちょっと負けすぎちゃったんですけど、勝ちか負け、めっちゃやってんじゃん俺やばってことでね、まあ今日はねめっちゃやってったんですけど、また上がってったらね、解説動画とかね出していくんでね、コメント欄にちょっと最近ネタ枯渇気味なんで、コメント欄に、まあ、ペッカ工場になっちゃうんですけどね、どんなのが見たいとかね、そこら辺のねリップしてもらえれば結構参考にしたいなと思っているので、ぜひよろしくお願いします。で今、明日からね、とかもう今日から、プロリーグ始まるんですけどね、始まっても毎日投稿ね頑張っていこうと思うのでね、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日は終わります。バイバイ。